今アーユルヴェーダ、気血水、東洋医学、中医学というものを学んだ後に違う形で応用できないかなとか、レッスンだったりとかをされていて、やっぱり差別化が欲しいな、こうもう一歩未来に進むために何かが欲しいなって方がね、結構多いんじゃないかなと思います。私自身もそうだったんですよね。何かこう人とね同じようなことをやっててもね、キリがないなっていうのがあって、じゃあどうしようかなと思う時に、この気血水をもっともっと応用できるんじゃないかなってことに気づいたわけなんですよ。なのでこれをね、ぜひ元にして今やってらっしゃるレッスンだったり活動だったり、ヨガだったり薬膳だったりアーユルヴェーダだったり、それにプラスをつけて、あなただけのオリジナル、あなただけのレッスンというのを作っていただきたいなと思っています。